利美容師とは日本における利用師と美容師の総称。また、利用師と美容師の国家資格を所持しているものを指す。日本では利用師及び美容師はそれぞれ国家資格となっている。本校では双方に共通点についてまとめる。なお、資格制度の有無や資格の分類及び名称は各国で大きく異なる。美容師または利用師になるには それぞれの免許の取得が必要であり、そのためには大学に入学できる者が厚生労働大臣が指定するそれぞれの養成施設に2年以上通い、それぞれの国家試験に合格する必要がある。試験は財団法人利用士美容師試験研修センターが行い各都道府県の受験会場や指定の学校で年2回実施されている。美容師大まかに言えば、 かつては男性を対象とするのが利用し女性を対象とするのが美容師であった。現在は法律でと定義されている。また厚生労働省も旧厚生省時代の1978年に出した通知の中でと定め、美容師が男性のヘアカットを行えるのはパーマ等に付随する場合のみと制限していたが、2015年に厚生労働省は 新たな通知を発出し、上記の1978年の通知を廃止すると、ともに、利用者がパーマネントウェーブを行うこと、利用師がカッティングを行うことは、それぞれが行い得る行為の範囲等に含まれるものとし、それまでの規制を緩和した。利用業、美容業は一つの店舗を共用して同時に営業することはできない。つまり、生発の方法。 場所を利用ごとに限定することで済み分けを図っていた。現実には、どちらの業種とも、顧客ニーズの多様化への対応と新規顧客を獲得するために、相手の領域に進出しようしている。利用業でもパーマを行うところがほとんどであり、美容業側も数年前から、1948年の休行成章通達という通達により規制が緩和され、 顔剃りを行うようになりつつある。また美容師が男性のヘアカットのみを行うことについても、2015年の規制緩和まで、東京都など一部の自治体では、業務実態として通知書通りの指導を行うことは難しいとして事実上も確認していたが、一方で、高知市など明示的に禁止事項として指導対象としていた自治体もあり、対応が分かれていた。 上記の通知をもとに、全微連では、美容師の顔剃りの講習などを積極的に行い、美容の業務に取り入れる動きを示したが、厚生労働省の見解は、美容師の行う顔剃りは、あくまでも上記の条件の範囲内とした。本格的な顔剃りはもちろん、独立したメニューとして、顔剃りを行うことはできないというのが、厚生労働省の現在の見解である。2009年、 美容整備率との資格を認定する団体に対して、電気シーバーの使用に関して、厚生労働省は使用する道具の遺憾に関わらず、か恐りは、利用士の業務と指導している。なお、この通知の4に関しては、現在も、この通知通りである。双方ともに消費者のニーズにより、歴史的経緯を超越し、利、美容統一資格を策定すべきとの意見もある。方法としては、 過渡期においては、給理、美容資格者に新資格を与える、資格の相互認定、一定の講習により、相互の資格を無条件に認可する、などが想定されている。資格統一以前に現場レベルで融合が進行しつつ、あり、ユニセックスサロンという複合型サロンが日本でも増えている。一方で両資格の専門性を高めるための動きも見られる。第二次世界大戦後、 経済復興の過程において、利ビオ業は比較的安定した収入が得られる職種であったため、就業者が増加した。そのため業界は1951年頃から過当競争に陥り、中小事業者は経営が困難となった。業界では保護を求めて国会に陳情を続け、結果1956年に議員立法で、 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に名称変更が成立した。この法によれば、利ビ容組合は、組合員の健全な営業が阻害される恐れがある場合、適正化規定を定め、組合員に対し営業日、営業時間、技術料金などの制限を課すことができた。事実上、冷裁業者の保護を目的としたカルテルで、あるが、 独占禁止法の適用は除外された。1957年には、利用業から美容業を分離し、職域の性別による住み分けを図った。以降業界は安定し、バブル崩壊後の物価下落局面に際しても、散髪価格はあまり低下しなかった。1990年代に入り顧客ニーズに変化が現れ始めた。ユニセックスなヘアサロンが増加して、利用。 美容館の垣根が低くなっていった。大手資本もこの分野に参入するようになった。適正化規定は1998年3月末をもってすべて廃止された。一方で、議員立法による利用手法、美容手法の改正により、1998年4月から利用し美容師免許が都道府県知事から厚生労働大臣による発行とされるとともに、 受験資格の前提となる養成施設の入学資格が原則として高卒とされるなど資格取得の要件が厳しくなった。1999年、東京都内のヘアサロンエリ抜きの美容師が腕を競い合うテレビ番組シザーツリーグが人気を集め、これによりカリスマ美容師ブームが起きた。これを見て美容師を目指す若者が増え、結果として一部では過藤競争や、 労働条件の悪化を招いた。さらにその影響が全体に波及して、新規の就業死亡者数の大幅な減少を引き起こしている。現在、リビ容業は従来にない競争の時代を迎え、業態も多様化している。顔反りからエステを行うサロンや、ヘッドスパ専門サロン、会員制のリラクゼーションサロンなど多様なサロンが出現している。今後は、 さらなる規制緩和が行われるとする意見もあった。QB ハウスや日本フランチャイズチェーン協会が行った構造改革推進特区、規制改革の提案はいずれも認められておらず、2005年5月の構造改革推進特区有識者会議においても最終的には重点検討項目からは落ちている。ありがとうございます。